1978年の六強仮上工場と周囲約500メートル範囲、上が門別方面。門別側に小さな踏切、踏切右横に小さな待合室、その下少し白く長い線が不明瞭ながら線路脇に確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成六強駅は、 かつて、北海道門別郡西横ペム村ーザ六郷に設置されていた、北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り2本上り3本。廃止時点で、単式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは、 港内の南側に存在した、仮上工場に執事を持つ、無人駅となっていた、当駅が所在した、地区名より、地区名は、当駅付近を流れるおこっぺ川に架かる橋の名前に、由来する、おこっぺ市街から川を遡って6番目に、架橋されているために、六橋橋と名付けられた橋である。2000年時点で、 移行は何も残されておらず、駅が所在した場所もわからなくなっていた。2010年時点でも同様であった。六教化理事長工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。